皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやってまいりたいと思います。977回目になりますね。あと今年度も終わった場所、秋場所の場所前稽古ですね。で前回ね、ちょっとおさらいしながらで、七条さんはね前回優勝決定戦まで行ったんですよね。まあちょっと1個不覚があったんかな。で六条さんと2回本場所とね優勝決定戦当たって完敗でしたね。で、なんやかんや言って頑張った五条さん、今回何が落ちた、上半身かい、これはまた、いやもう分かんなくなってきた。ただね1回も落ちてないのはこの瞬発力ね、これだけ1回も落ちてないんですよね。判断力も1回しか落ちてない。まあ残り2場所ね、決まってもらいましょう。で、九条さんは、まあ今場所までね、伸びしろがあるんですけど、まあ11ポイント使って、で、来場所の頭ね、最後の小遣いを入れることを想定してちょっとやっていきましょう。まずは下半身71で最初の3日いきましょうか。で、塩小路さんも上半身ね、3ポイントずつぐらい欲しいね、上半身、下半身。まあ多分歴代最強のパラメータになるんじゃないかと思われてるんですけどね。で、六条さんはあと少なくとも2場所ね、パラカキープ。前回はね、久々の優勝でしたね。で、八条さんは、これどうしよう。66で、ああ、そやね、集中力と持続力を3ずつ上げていきたい。もう下半身66でいいや。で、十条さんは上半身、もう今場所はお小遣いなしでみっちりいきましょう。で、両替さんも完成。最近優勝に絡んでこないね。で、花山さんはね、どっかで落とすよね。で北山さんは申し合いの最中、今場所70の11か2に上がるんで、70の23、瞬発力とね柔軟性がで、来場所80半ばぐらいか。あ、いいペースやね。ということは、なんだ、一応名目は正規の横綱なので、結構早めに柔軟性とかが仕上がっちゃういうことですよね。さあこっからが勝負2日目。で九条さんは下半身ね、この3日間は下半身いきましょう。で、塩越さんは上半身、ほい、引かない。で八条さんは鉄砲、ほい。で、十条さんは上半身ですね。こうそう確認しながらの作業やね。あ、それでとね、最近ね、まあ私事なんですけどね、この冬、今もね12月の後半も今年もあとね、10日ほどか収録、まあちょっと押しとるっちゅったら押しとる言い方なんですけどね、もうギリギリなんですけどね。で、この週末からめちゃくちゃ寒くなりましたよね。で、まあいつものようにね、温かい飲み物をちょっと飲みながら足元ヒーターって言ってやってるんですけどね、まあむせるむせる咳が出る。途中でまたね急にちょっと最近の動画多くてね申し訳ないんですけどね、咳込むことが多くてね、くしゃみやったらまだねいいんですけど、でマイク止めれないんでね、でマイク止めると録画も外れちゃうからね、塞ぐことしかできないというね。あ、間違えた前か下半身じゃないっちゅうね、鉄砲やっちゅうね。
も喋ってるとこういう風にもね間違えちゃうんですけどね。であんまり喋りすぎると喉がガラガラだんだんしてくるとね、年は取りたくないもんですね。はい、4日目。やっぱりね40代後半にか入ってね、ちょっとやっぱり体調というかね、体のあれに変化出てきましたね。すごい疲れ残るようになってきた。うちのちびさんが今だいたいね、今約15キロかな。あ、当たり引いてた。で、まあもう長時間抱っこはできなくなりましたね。赤ちゃんの時やったら、赤ちゃんというかね、去年ぐらいまでやったらね、全然まあ体力落ちてるよっていうけれど、そこそこね長時間できるんですけど、もう今30分限界ですね。あ、小遣いですね。はい、はい、ごっつぁんでーすね。判断力せっかく50上がったんですけどね。はい、では5日目。また講演会になっちゃうんですよね。次はどうしようか。鉄砲でもね71上げていきましょうか。塩小路さんも昨日引いたな。で、八条さんもまだ引いてないんか。で、十条さんは上がる。57やね。で、来場所、まあ、前頭上がっちゃうから、68。うん。で、ちょっと足りないとこもろもろ回復させてやから、まあいいペースではあるよね。十条さんもね。コメントがなんだっけ、名横綱でしたっけ。なのでまあまあいいとこまではパラ上げれるはず、間違いなければ。さあ6日目ですね。鉄砲で、持続力と上半身か、とりあえず70代熱入れていきましょう。上がんない。うわー、また2場所連続の坊主だけはね勘弁してほしいね。あー、鉄砲やね。ういっ、ダメ。で、もう試合が再開して2つ目。うん、まだもう1回くらい小遣いあるペースですね。はい、7日目。まあ巻いてるわけじゃないんだけど、ちょっと早めのペースで。上半身考えちゃった。塩越さんも頼む。上半身、えい、引かないね。一つ引いてくれれば安心なんだけどね。八条さんもね、減り始めてるからね。あー、八条さんもやる気ないんか。さようでございますか。もし合いね。さあ、瞬発力が60代後半に突入しましたよと。はい、8日目。さあ、この辺でどっちか2人、伸び悩みチームは上がっといてほしいね。
8日目で絶好調やね。運び足か。うん。がダメだな。ああ、鉄砲。おい、来い。よし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 。まず8条さん引いてくれた。うん。10条さんはこれで上半身が50。どうやろうね。ああ、8条さんちょっともう伸び悩みの時期に入っちゃってるから。両替さんほど引き上げれんかったね。まあ名誉小綱で名大関で終わっちゃう可能性があると。はい、9日目。さああとはね、塩小路さんさえ引いてくれれば文句なしですよと。ここからはうん、まあぶつかり稽古に合わせときましょう。後援会議はね、いや、ほんと、塩小路さんだけよ、あとは。八条さんは相変わらずよくね、当たり引いてくれるんですよね。上半身。あと7回ね。で、申し合い。これも3回やってるか、13日目に小遣いか。10、11、12だからね。はい、10日目いきましょう。塩小路さん、ほんと頼む。ぶつかり稽古。で、明日しこ。で、あと判断力を振っていきましょう。お、上がった上がったよかった、これで1-1。うん。で、八条さんは鉄砲、来い。二つ目は来ないね。あー、よかった。紆余曲折あったけど、二場所連続は回避してくれたね、坊主は。で、申し合い。11日目。はい、これでもう、うん、あとはね、2ポイント目を取ってくれるかどうかですよね。さあ、しこだ。で、もう1ポイント。さすがにない。ただ、八条さんはやっぱり技のキレをね、生かすためにはどうしてもね、集中力は必須ですよね。まあ、63あればね、全然、なんていうか勝負根性、多分なんやろね、あの隠しパラメーター的なものがあると思うんですよね。こう、あと相性か。12日目。さあ、あと伸び悩みチームが2ポイント目をもぎ取れるかね。残り伸びしろは3日間。さあ、ここから申し合いきます。で、あと2日だから43で小遣い得て16足すから59か。あー、そしたら約30ポイントの伸びしろがあるんで、まあ十分ちゃ十分ですよね。オール80も夢じゃないね。
ああ、わかんないな。下半身でもいいんか。まあいいや。うん。で、北山さん、申し合いね。で、これでまた明日、13日目に小遣い。で、14日目1回入れて、そうか、技研究あるからね。どうしても11ポイントぐらいか、増えるのがね、2回あったとして。11、2ポイントね。ここから申し上げるけど、今日は講演会ですね。89までいけるね、あと2つやから。あー、テポ、もう下半身は捨てた。これで55、57でね、やっぱり計算通り終わりますね。はい、で、小遣いね。はい、ごっつぁんです。いい、うん。で、明日柔軟性がまた正式に70に入るというところですね。では行きましょう。14日目。さあ、なかなかね、伸び悩みチームはまあ11で上がってくれたからオッケーではあるんですけどね。ただ、塩越さんはこのペースでいくと、取り残しがあるから、できるだけ2ポイント目は取っといてほしいね。取れない。で、鉄砲、あー、2ポイントね。先場所も2ポイントやったからね。その意味で考えたら八条さんはまあ当たらんとき絶対当たんないけどね。波がパチンコかいうぐらいのね。さあ、北山さんは下技研究ね、今年はずっと使ってるよね、入ってから。ではラスト15日目いきましょう。今一つ、まあ上り調子なんですよね。七条さん、五条さんはこれはね。で、明日やれば絶好調なんですけどね。さあ、注目の九条さんはまずまず。で、塩小路さんはここで。うりゃ、あー、引かなかった。まあまあまあ1ポイント上がってるからよしですね。で、八条さんは鉄砲2ポイント目来ない。しかもあまり調子よろしくなかったな。十条さんはまずまずだけど、まあこのパラあったらね、普通にね、上がれちゃいますよね。来場所は前頭のどんじりぐらいにね、九州場所では降りそうですね。はい、頼むよ。はい、おしよし、多分増えた。はい、では、技確認して終わりましょう。何が増えた？おっつけつき出し、まあまあパラパラパラだでしたかね。あ、出し投げ覚えましたね。上手出し投げ3ページ目はないと。まあ、木よけと言われてるんで、あ、でね、ちょうどいいや、今こんな感じでね、ちょうど幕内勝率が7割なんですよね。で、久々にちょっとね、栄光の力士ね、見てみましょう。で、一桁をまあ、除いて、ね、外させてもらおうかなと思うんですけどね、まあ、せっかく入れてるんですけどね。
まあ、六角さん、ね、四条さん18回で、高辻さんになるのかな、あ、もう一人いたよね、錦さんはね、タコ錦の錦さんで、薬師さんは、あ、違うわ、錦は普通の錦やね、タコ薬師やね薬師さんの方やね、タコがないからね、タコ錦やからね、そうですよね、この人がね、もうあの神様やったからね。で、松原さんも19回なんですよね。これそんなに勝ってたっけってイメージなかったんだけどね。で、姉小路さんが12回、姉小路さんが一番古いんか、姉さん六角タコ錦やからね、うん、で、綾小路さん、あれどっちやったっけ、綾小路さん先引退させたんだっけ、綾小路さん覗くのはね、かないといけないかもね。それでもな、綾小路さんもね、なかなか優勝できんかったけど750勝してるんですよね。で、三条さん、姉さんの三ですよね。三条さんがやっぱり20回、だんだんだからね、なんだ栄光の力士に入るあれが、基準がね、高くなってくる。まあ、そのうち20回以上とかね、まあ、だんだん優勝回数の少ない人が覗いていくんじゃないかな、いう形になってくるんでしょうね。とはいえね、最初はね、1000回行ったらどうしましょうか言ってたんですけどね、なんか全然最近だって終わらす気配がなくなってきたからね、え、続けてもいいんだったらね、続けてって言っていただければね、やりますっていうね、いう感じになるかなとは思っております。ダメやね、他人任せにしてしまったらね、では本場所もお楽しみにしておいてください。それではさよなら。